ATR72 から500トリブン国際空港、ブッダエアーは、ネパールの民営航空会社。1997年10月創業。本社は、ネパールラリートプル軍じゃわらける。カトマンズをメインハブとし、ネパール国内10都市を結んでいる。またインドバラナシへの国際線もある。主な就航都市は、ポカラ、ネパールガンジ、バイラワ、ビラートナガル、バドラプル。 シマラ、ジャナクプル、ビレンドラナガルなど、また、カトマンズ発のエベレスト観光飛行も運営している。1996年4月に企業、登録認化され、1997年10月に、新機材、ビーチクラフト1900の一機で開業。社名は、サンスクリットのブッツだから、悟りを開いた、釈迦のことを指している。2019年10月現在、 ブッダエアーの機材は以下の通りである。2011年9月25日朝、エベレスト遊覧飛行のためカトマンズ空港を出発したブッダエアー103便ビーチクラフト 1900D 型機が遊覧飛行を終えカトマンズへ戻る途中で墜落した。乗員3人と乗客16人の19人全員が死亡した。乗客の内訳はインド人10人、ネパール人3人。 アメリカ人二人、日本人一人。現場付近は悪天候であった。ヒマラヤ山系の気象条件の難しいカトマンズ周辺では、過去にも小型機の航空事故は多数起きている。1999年には、ボカロからカトマンズに向かっていたネコン航空機が墜落している。Our Aircraft's Buddha Air, Buddha Air is one of the leading airlines company in Nepal. www.buddaair.com2019 h 年10月19日閲覧。ブッダ航空墜落事故日本人も、同乗者団法人日本ネパール協会、ストリームラインストリームライン。ありがとうございます。